電ー手術とは、位相器科学において、三次元多様体をその中にある、結び目や絡み目の金棒の境界に沿って切り張りして、新たに三次元多様体を得るような手術のこと。名前は、数学者のマックスレーンに由来する。結び目絡み目を利用して、多様体を得る方法としては他に、被覆空間によるものがある。以下では三次元球命を手術するとして解説している。 三様結び目状のトーラス。このような局面に沿って、切り張りを行う。まず、K を三次元球面 S3 内の結び目とし、P、Q を互いに元、または片方が0で、もう片方がプラスマイナス1の整数とする。結び目 K の環状金棒として V を取る。こうすると、環状金棒は K を中心曲線とする、トーラス体となる。ここで、S3 を、 環状金傍の境界であるトーラスメン T に沿って切る。つまり S3 を S3 から V の内部を取り除いた空間 S3、VO と V の2つに分けることを考える。この時、この2つの空間は境界としてトーラスメン T を共有していることになる。次に切り分けた2つの空間を共有しているトーラスメン T 上の同照写像で貼り合わせることを考える。こうして得られた。 多様体を M としたとき、多様体 M は結び目 K に沿った電手術で得られた、という。絡み目に対する電手術の場合は、各成分ごとに切り張りを行うことになる。貼り合わせに使う写像として、空部位への同章写像で、刺繍号 T のメリニアン曲線を収集号 T の、片刀ラス結び目に移すようなものを使うような手術を、結び目 K に沿った係数、P、Q の有利手術という。 絡みメールに対して有利手術を行う場合は、各成分に係数をつけておき、それぞれについて上で述べたような切り張りを行う。以上から、絡みメールとその各成分に対する係数 r イコール p、q を用意すれば、それに対応する有利手術が定まることになる。絡みメールのすべての成分の係数について、q イコール1の時は特に整数手術という、 連結でむきつけ可能な任意の平三次元多様体は三次元球面への何らかの整数手術で得ることができる。各成分に係数を添えた絡み目を枠付き絡み目とし、枠付き絡み目に対して添えられた各整数を係数としてその絡み目に沿った整数手術をすると考えると、整数手術は枠付き絡み目によって表現されると考えることができる。 また、整数手術は何本かのリボンによって表現することもできる。まず、係数 P の結び目 K に沿った整数手術の場合を考える。手術の際に貼り合わせに用いる同小写像 F によってベリディアンが映される先である型トーラス結び目は、そのトーラスの中心曲線に沿って P 回だけ回りながら一周する結び目となる。 つまり、この二つの結び目を成分とする二成分の絡み目を考えると、その絡み数は P となる。そこで、二つの成分を両端の境界とするリボンを考える。すると、このリボンは、ひねりの回数として、係数の情報を持っており、結ばれ方として、元の結び目系の情報を持っているため、枠付き結び目の代わりにこのリボンを使って、手術を表すことができる。 絡み目 L の場合も同様にしてねじれたり結ばれたり絡まったりしている複数のリボンとして手術を表現することができる。リボンの2つの境界である2成分の絡み目を平行になるように平面に遮影した状態でリボンを表現することもあり、これは黒板上の枠付けと言われる。2つの電手術によって得られる多様体が同性であるとき、それらの手術は同値であると考える。 絡み目 L の共造を L とするとき、L に沿った係数 R の有利手術と L に沿った係数 R の有利手術は同値となる。よって、両手型絡み目の場合は、係数の符号を反転させても、手術としては等しいことになる。カービィの定理によると、二つの三次元球面への整数手術が同値であるとき、またそのときに限って、その二つの手術を表す。 枠付き絡み目が次のようなカービィー移動と呼ばれる変形と同位変形の有限界の組み合わせによって移り合う。カービィの定理の証明は難しく4次元セルフ理論と呼ばれるものを使う。枠付き絡み目に係数プラスマイナス1の自命な結び目を他の成分と絡まないようにして付け加える変形、または逆に除去する変形枠付き絡み目の中の係数。 n の成分と係数 k の成分について、係数 n の成分を係数 k の成分に相う,うに延長すると同時にその係数を n k にする変形、またはその逆の変形また、2種類のカービン移動の代わりに、フェンルーク移動と呼ばれる1種類の枠付きが荒みめの変形を使っても良い。ありがとうございます。